I hear you. でもあれですよ、やっぱ流れとしたらもう今まで藤沢厩舎でやってた結局ほとんどメンバーも一緒で朝芳さんも毎日来てたから、うん、4年間一緒だったそうですよね。あんまり 3年勉強してて、はい、で1年研修して、あ、そうか、まあでも3年と同じ、3年か、丸3年、丸3年ですね、うん、ね、だからまあまあ本当なんかスムーズっていうか、うん、世話になって中華なんちゅうか、うん、はい、ね、一人以外全員藤沢厩舎ですか。そうです。一人がキョウちゃんとこからホエールキャプチャーですよ。あ、そうですよね、ホ、うん、エール長谷川、あ、長谷川さん、うん、だけど、あ、じゃあもう本当にじゃあその人もよく知ってるだろうし、うん、勝手知ったるって言われますね。こんな感じ、わかりました。うちはあの予想と同じです。タイミングじゃかっこつかないんで一言だけ意気込み評価ある意気込みなんかないよ。え、あるです、意気込み。淡々とだよ。淡々と意気込みはない。そんな、なんかできねえ、はい、今週も競馬もないし。あ、今週競馬なし、ゆっくり調教します、はい、ゆっくり。競馬いつですか、来週。来週かな、まあ一応は予定は、はい。やるよりは今までの曲をちゃんと、うん、の方が
方がいいんじゃないかなって僕の中で判断ですけどね。まあ、変えるところは変えつつ、抜くところ抜くところとか、まあ、変えるっていうか、自分のなんか張り切りってなんかこれやんなきゃあれやんなきゃっていうところまではあんまり、まあ、別になんかあこれやってみたいなとかって思うことがあれば当然プラスアルファすれば足すって言ったらおかしいけど、ベースは同じですよ。しゃがんだ方がいい。横は大丈夫ですか。前はしゃがんで。マスクは多分取ってもらって大丈夫です。オッケー。そう。なんか僕変なの。僕なんか変だなってずっと思ってたんですけど。すいません。なんかなーっていう。マジで。